続いてはインドネシアジャワ島出身の21歳母国の家族に送る歌です。9番手紙愛するあなたへ。父さんお母さんどうまで私を大切に育ててくれてありがとう。お父さんアルバムをめくるとまだ小さな私あなたが抱いていて今では白い髪とシワが少し増えたのがなんだか切なくて心配かけたり叱られたりいろんなことがあったね。やったありがとう。よかったね。いやよかったね。日本に来てよよ、ね、今2年日本に来て、でもう今年帰るんですってジャワ島に。ちょっと待って、言葉が出ないね、はい、落ち着こうかちょっと、はい、もう2年間もう2年ね、はい、どんなお仕事してるんですか。自動車の部品作ります。自動車の部品作ってね、家族のために頑張ってきたんですよね。はい、頑張ります。お母さん今日なんか見てるそうで。あ、見てますよ。お母さんにメッセージ、はい、インボーサンバイリプルトムインドネシア、はい、ありがとうございます。インドネシア語でなんて言ったのかな。まだね、お元気でありがとうございます。今までそうですか。はい、合格です。男のと名前、はい、高橋のフィトカルです。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。合格です。おめでとう、ありがとう。